携帯刑事、銭形シリーズ携帯刑事、銭形愛、携帯刑事、銭形愛は、2002年10月6日から2003年3月30日まで、BSI で放送された、テレビドラマ。携帯刑事、銭形シリーズの第1作目。全26話。主演は、宮崎あおい。銭形家の家系図系思想観を祖父に持つ、IQ180 の女子高校生で、銭形四姉妹の長女、銭形愛が、携帯電話を武器に、難事件を解決する、刑事ドラマ。以降のシリーズに比べて、コメディ要素が少なく、シリアスな推理ドラマ色が濃かった。コメディ要素は少ないものの後に、シリーズの定番となっていくギャグや、小ネタのベースとなるようなエピソードも、多数あり色々含めて、シリーズの土台を築いた作品である。2006年公開の映画、携帯刑事、ザ・ムービー・バベルの塔の秘密銭形姉妹への挑戦状には、長女、銭形愛役の宮崎あおいはすでに高校を卒業していた等の理由により出演していない。この件に関して、プロデューサーの庭田門アンドリューは、宮崎あおいちゃんは高校を卒業して、大人の女優へと成長したためとコメントしている。テレビシリーズ終了後に、那須博之監督で映画、携帯刑事、銭形愛が計画されていたが、当時那須監督が撮影していたデボルマン-の撮影が長引いたことなど諸事情が重なり幻に終わった。日付は BSTBS における初回放送日。ありがとうございます。